坂折駅は山梨県甲府市坂折一丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は CO42。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の合わせて2面3線を有する地上駅。ホームは10両分の長さがある。乗り場は駅舎側から1番線、2番線、3番線である。ホームはかさ上げされていない。 甲府駅管理の業務委託駅。駅舎は、単式ホームの脇に位置するが低い場所にあるので、単式ホームから階段を数段下っていく。単式ホームから駅舎への通路の途中から、島式ホームへ行く通路が分かれており、この通路を通り線路をくぐる。地下道を経由して、階段を上ると、島式ホームに到達できる。無人になる時間帯があるため自動改札機ではなく、 簡易スイカ改札機が設置されている。駅舎内部は駅事務室と待合所があり、待合所には自動券売機が設置されている。なお、この自動券売機はスイカの履歴表示は可能だが、印字はできない。新駅舎竣工後も出海札口は南口のみで、駅北側に山梨学院中学校等学校などが存在することから、 南北地下通路の工事が行われ、2009年3月に完成した。2番線は特急列車の退避などに使われるが、3番線と一括で上りホームと案内されているにもかかわらず、上りは隣の甲府駅で特急列車と普通列車の接続が多く行われる、ため当たり駅で特急列車の退避が行われることは、 定期列車では少なく、2番線に入線する列車は、下りの5本だけである。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は2213人で、ある。これは、特急一部停車駅の沿山駅、山梨市駅より利用者が多い。近年の推移は、以下の通りである。坂折駅南北自由地下、通路北口ロータリー駅南口より、 県道坂折停車場線を望む道駅は、甲府市東部の住宅地にあり、駅東方にある山崎三佐路は、東京、新宿で、甲州街道と分かれた大梅街道が、再び、甲州街道と交流する交差点である。山梨学院大学、同短期大学及び、同中学高等学校並びに、同小学校に加え、山梨県立甲府東高等学校の最寄り駅で、 あるため、朝夕の通学時間帯を中心に、学生、生徒、児童の利用が多い。駅前には学生向けマンションがあり、その東側には、同大学の駐車場や、関連施設などがある。駅西側に隣接して、鉄道関連の企業があり、敷地内には、線路や河川、腕木式信号機が設置されているのが見える。また、駅付近には、坂織宮や海吉光寺など、 観光名所も多く存在している。なお、坂織宮や山梨学院中学高等学校など、駅北側に行く際には、駅舎から西側の線路沿いに続く細い速道を通り、踏切を越える必要があったが、2009年3月に完成した南北自由地下通路により、アクセスの利便性や安全性が向上した。駅南口の国道411号上に、 坂折駅入口停留所があり、一般路線バスが停車する。また、駅から徒歩5分の場所に山梨学院大学停留所があり、前述の一般路線バスの他高速バスが停車する。ありがとうございます。